沿岸内水路のレイキン港沿岸内水路は、米国の大西洋岸及びメキシコ湾岸に沿って設営された、娯楽用、商業用の連続水路である。全長約3000マイルの大半は、入り江、沿水河川、内海、湾及び海峡など、天然の海水系であり、他は人工の運河である。概要にほとんど出ずに、 沿岸主要都市を結んでいるため、第二次世界大戦時に U ボートの脅威を避けるため重要となったほか、外洋交天時の航行、レジャーボートでの利用が盛んである。通行は無料であるが、商業利用の際は燃料税が課せられ、維持管理に充てられる。1919年に、米国議会の承認を受けて設営され、米陸軍工兵隊が維持管理を行っている。 連邦法では、最小でも12フィートの推進を保持する旨を規定しているが、予算不足のために完全には実行されておらず、7フィート程度の推進しかないために、通行の支障となる箇所もある。当初、ニューヨークからテキサス州、ブラウンズビルまでを結ぶべく計画されたが、結局、以下の2区間に分断されている。フロリダ半島北部に、フロリダ横断運河を建設し、 これら2区間の接続を図ることが何度となく計画され、部分的には建設もされたが、主として自然環境への配慮のために、同運河の貫通は1991年に公式に放棄された。エリザベス川近辺ここでは、北端から南端へ水路を列挙する。沿岸内水路の例ここでは、東端から西端へ水路を列挙する。ウィキメディアコモンズには、 沿岸内水路に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。